はい、こんにちは、浜野です。第2回目になります。今回はですね、今の時期にぴったりの、防水スプレーの、説明をしていきたいと思います。今日もめちゃめちゃ雨が降っているんですけども、まず防水スプレーなんですけれども、最近もう皆さんお持ちかとは思います。で、大きく分けて、2種類あるんですけれども、まず一つは、シリコン系のスプレーですね。それともう一つは、フッ素系の防水スプレーになります。で、現在主流になっているのはフッ素系の防水スプレーがほとんどです。特に革製品ですね。で、何がいいかっていうとですね、フッ素系の、防水スプレーに関しては通気性を損なわないので、使用しても蒸れにくいということですね。それに比べてシリコン系のものに関しては防水性は高いんですけれども、どうしても表面をこう覆ってしまうので、まず最初ですね、ホコリをしっかり払ってください。靴にホコリがついて、ホコリとか汚れがついてたりとかすると、それを防水スプレーで上から固めてしまうようになってしまうので、そうならないようにまず最初にブラシとか布とかそういうものでしっかり汚れを取ってください。そうしましたら、これ防水スプレーですね。裏面とかですね、よくこう使い方とかは書いてあるんですけれども、大体は最近こうよく振るような感じになってます。で、よく振っていただいて、ですね。で、大体靴とかそういうものに関してなんですけども、大体30センチぐらい離していただいて、まんべんなくシューッと3、4秒ぐらいですね、バーッとかけてください。で、しばらく置くと、で、そうするとですね、こう吹きかけたものが定着して、防水効果が効いてきます。で、ですね、例えばですね、あ、今雨が降ってると思って、ですぐ防水スプレーバーッとします。よし、これで大丈夫、すぐ出かけてしまう、これは雨です。はい、なんでかっていうとですね、まだこう定着してないのに、防水スプレーをつけたまま出てしまうと、その防水スプレーがすぐ流れてしまうんですね、せっかくのものが。なので、もし明日雨が降るっていうのがもう分かっていれば、前の晩のうちに振っておくっていうのが一番かと思います。で、効果を上げようと思うと、2回使うのがいいですね。1回振っていただいて乾かして、で、もう一度、スプレーしていただければ、そこで防水がもっと効くようになりますので、回数2回ぐらいしていただくと、より効果は高くなります。で、使用するときの注意点なんですけれども、必ず屋外で使うようにしてください。室内であるとか換気の悪いところで使うと、どうしても吸い込んでしまうと人体には有害ですので、できればマスクとかを使っていただいて屋外で使用してください。で、なおかつですね、自分だけではなくて周りに人がいないかであるとか、あと風向きなんかも気にしていただくといいかと思います。で、使う時の注意点なんですが、上はバーッと使うんですが、あと気をつけていただきたいのは、靴の中に、スプレーがかからないようにしていただきたいと思います。中にかかってしまうと、中に防水がついてしまうと汗を吸わなくなってしまうので、これもあんまり良くはないです。なので、こういうシューツリーなんかを入れておくと、中に入る心配少ないんですけれども、もしない場合とかっていうのは、新聞紙とかをお使いいただければいいかと思います。で、使用頻度なんですけれども、基本的には雨に1回降られてしまうと、流れてしまうと思っていただければいいかと思います。なので、雨のために1回していただくというのが一番かと思います。で、それ以外ですね、に関しては、雨に合わなければそんなに回数することはないです。ただし、これ防水スプレーなんですけども、水だけではなくて、このフッ素系に関しては油も弾きますし、あとホコリとか汚れとかっていうのもつきづらくしたり、もしついてしまっても取りやすくなったりっていうのがありますので、雨だけではなくて、そういうのでも普段でもお使いいただいても問題ないので、ぜひ使ってみてください。というわけで、今回は防水スプレーのお話をしました。今ね、ちょうど雨が多い時期なので、ぜひ使ってみていただければと思います。うちでも扱ってますので、もしご興味ある方で必要な方はおっしゃってください。はい、それでは、今回の動画を終わりたいと思います。
チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。